静岡県の三島に来ました。日大の国際関係学部があるんですよね、スーパーグローバルハイスクール。今日は三島北高校っていうところで、静岡の先生方向けの講演会をやります。行ってきます。校庭から富士が絶景ですね。画像を取り入れた授業が、先端のような風潮ではありますが、確かに百聞は一見にしかず、視覚に訴える効果はただ耳で聞くよりも効果があることは否定しません、はい、資料集や自分が購入してきた写真集は当然授業で使用していますが、 iPad を使わないと時代遅れ的な感じになりつつあります。あ、そうですか。お、私としては、機械に疎いということもありますが、機械に頼らずやっていきたいと思うのですが、先生は、どうお考えでしょうか。はい、私もですね、このマシーンと出会う前はですね、全部手書きでやってました。で、模造紙でしたね。模造紙、とにかく世界史は地図が分かんないとどうしようもないじゃないですか。ですからちょっとお見せしますね。例えばですね、まあ、現代史なんか一番分かりやすいんですけどもまあこういうですね、戦後のヨーロッパの国境変更なんていうのは、これは私 の自作です。はい、それで、まあ、最初は本当にトレッシングペーパーにこう手がけてこうやってたんです。で、やがてパソコンってものを覚えまして、でパソコンに取り込んでフォトショップっていうアプリで色をつけたりして、でこういうのが使えるようになりました。だからかつてはもうこの地図を何枚もカバンに詰めてものすごく重くなってしまって、いつもガラガラこう引っ張りながらですね、校舎をこう移動していた、良い思い出がございます。はい、ということなんで、マシンを使わないんであればそういうふうに、出さればよいのでしょうと思います。はい、やはりアクティブラーニングのご質問多いですね。アクティブラーニングと評価の関係をどう考えるかと、これは難しいですよね。思考力を高める授業やアクティブラーニング型の授業を行っていくにおいて、思考のための材料となる知識をどうやって、定着させるか。はい、そうですね、学びて思わざるはすなわち暮らしでしたっけ、ね、思いて、学ばざるはすなわち危うしと孔子も言っておりまして、つまり、知識がないのに議論だけしてもそれは危ういだろうという、まあ、おっしゃる通りですね。ですから、アクティブラーニング1位として、9はやっぱり知識をちゃんと身につけさせるということはやらざるを得ないと思います。はい、ただの空理空論をやってもしょうがないので、はい、ですからアクティブラーニングにあまり振り回されないで、今まで やってらっしゃることをしっかりと続けるプラスアクティブラーニングをどうするかということではないでしょうか。ですからこの評価はですね、私も分かんないですね。どうするんでしょうね。なんか発言の回数をポイントするんですかね。ちょっと私も聞きたいですね。文科省に評価をどうするのかは。で当然なんか正解がないことを聞くわけじゃないですか。アクティブラーニングっていうのはいろんな考えがあるよってことを。だから、A という答え、 B という答え、 C という答えが当然違ってくるわけで、じゃそれをなんかこれが正解で他の答えはそれは間違ってるから加点しないなんて言ってしまったら、それはアクティブラーニングにならないので、それもなんかこう、過去になっちゃいますね。過去。
華僑はもう答えが決まってるので丸暗記になってしまってで、まあ、あの国がああなっちゃったっていうことですけども、だこれはちょっとあのまだ私もわからないですね、この課題に、評価につきましては。はい、これも関連質問ですね。生徒が主体的対話的になれるような、発問の仕方、発問の仕方、なるほど、発問をどうするかですね。はい、歴史、まあ、特にあの世界史が面白い、また同時に難しいところはですね、その、プレイヤーがたくさんいるんですよ。プレイヤーがたくさんいて、で同じ事象についてこういろんな立場からいろんな見方ができるじゃないですか。だから例えば、まあ、私がよくやるのはですね、あの生徒にその役割分担させて、でちょっとした寸劇やるんです、寸劇やるんですよ。で例えばですね、じゃあ今日はフランス革命やりますと。で、はい、じゃあここは、1789年の、ベルサイユ宮殿です。はい、今から三部会開催しますと。はい、で、私が財務総監ネッキルです。で私は今から、ね、なぜ新しい課税が必要なのか説明しますと。我々フランスはイギリスとの植民戦争に敗れ、莫大な財政難を抱え、そしてこれ以上第三身分からは取れませんと。ですから、今まで課税対象じゃなかった特権身分の皆さん、聖職者貴族の皆さんに新たに課税をお願いしたいと、こういうようにね。その時にその生徒をですね、こうチーム分けするんですよ。それで、本当にあの三部会の通り で、真ん中が第三身分の方たち で、こっち側が確か、第一身分聖職者の方たち、でこっちが第二身分の方たち、それで、であらかじめですね、で第三身分の君たちは、ね、僕の言ってるあの提案に、賛成してくださいと。どうするかというと、それで考える。でつまり貴族が税を払ってくれれば自分たちの負担は軽くなるので、だから今回の課税案には賛成であると。はい、それから、聖職者の皆さんは今まで払ってなかった税を払えというのは当然嫌ですよね。だから猛烈に反対してくださいと。貴族もそうですね。はい、それで、劇を始めると。で私があのネッキル財務総監がこう喋ると、真ん中の生徒はうわーっとこう拍手をするとわーっと見ていけると。で、まあ、両脇の学生は、もう机を叩いてこう、ブーイングをさせるってこういうふうにやるんですよ。でそのそれぞれのいろんなその歴史 の展開の中で、じゃあ球技場の誓いの時に、じゃあこのチームはどういうふうに動いたかとか、でバスツイではどうしたかってことを考えさせるとですね、こう自分のことのようにですね、あの世界史の世界にこう、入っていけるっていうことを私はやってます。はい、なかなか予備校なんで時間がないんですけども、それでもやってます。はい、あるいはあの国境合作であったら、じゃあこっち側は国民党チームで、こっち側は共産党チーム でそれぞれこの場面ではどうしますかみたいなことをやっています。はい、うん、知識の理解力と思考力の両立、あこれもさっきの同じご質問ですよね。だから知識はちゃんと本当にもう本当にセンターレベルのことでいいんですよ。センターレベルのことはもう小テストを繰り返してもう叩き込むっていうことはこれからもやらなきゃダメですよね。これは絶対に。はい、現代の社会をどのようにどの程度扱うのか、これはあれですかね、戦後史ってことですかね。これはこの書いた方、ちょっとすいません、これ書いた方、はい、これどういう意味ですか、この教会の一番最後の章をどのくらい、あ現代戦後史ですね、戦後史の中のさらに最後の本当に最後の最後の、あ最後の最後まで、はい、あ最後の最後までやりましょう。いやこれ やらないとダメですよ。これこそやるべきですよ。うん、もうあのネアンデルタル人いらないからここやるべきですよ本当に。そうじゃないですか。だってそれが分からなかったら今のニュース分からないじゃないですか。はい、そこはちょっとあの頑張って勉強していただいてですね、やりましょう。でもあそこの教科書の説明がひどいですね。ただの
事柄の羅列だから、あの書いてる執筆者が分かってない、うん、で、なんか新しいことがあったらはいつけたしっていうから、もうほとんど、まあ、教科書全般ひどいですけど、まあ、その現代史が一番ひどいですね。もう 見るに耐えないっていうのが私の感想で、私はもうよく学生に、先生教科書読んだ方がいい、教科書3回読めとか言う人、先生いるんですけど、で、僕は読むなって言うんですよ。はい、新テストに向けて生徒にどのような力を求めるか、まあ、ちょっと後で新テストの問題見ましょうね、一緒にね。はい、進度の確保をどのように行っているか、うん、だから、これはですね、まあ、皆さんこれでお悩みだと思うんですよね、回数が足んないと、うん、で足んないから先延ばしになって現代が途切れちゃうっていう、こういうのはもうやめませんか、やめましょうね。でもう 毎回この時間はこの単元やるって決めてしまって、 できなかったらそこはもうカットしちゃうと、で次もう次の週は次の単元に入るっていうふうにやらないと終わらないですよ、キリがないんだから。はい、私の高校の時のあれですよ、日本史の教師なんか2年間かけて、あの室町時代で終わりますからね。室町時代終わっちゃったんですよ。信長で出てこなかったんですよ、本当に。応仁の乱で終わっちゃったんですよ。だから私、あの実は日本史受験だったんですけど、だからそこからあと、あの信長から現代まで自分でやりましたよ、自分で。しょうがないじゃないですか、教えてくれないんだから。なんか縄文時代が好きな先生でしたね。中世ヨーロッパをどうしているか、中世ヨーロッパはあの要するに あれをですね、あの国別に考えるから分からなくなっちゃうんで、あれは一個の国なんですよ。中世ヨーロッパっていうのは一個の国なんですよ。あれはカトリックという国なんですよ。でそのカトリック世界、そのトップがローマ教皇であって、そのカトリック、まあ今でいうそのヨーロッパ連合的な国家だったんですよ、はい、国境なんかなくて。でそのローマ教皇の下に各種を治める王たちが、王や諸侯がいるっていうことだったんで、で、それをぶっ壊して、ヨーロッパ連合 EU をぶっ壊して、でその各国の、フランスはフランス、イギリスはイギリスになっていったのが、これが近代っていうことですから、そうすると当然ローマ教皇の力をぶち壊して、で、あの宗教改革ってこうなっていくんですね。そういうことですね。はい、アクティブラーニングという言葉は理解しているものの、どこから手をつけていい、どうすべきかわからない、まあ、今日も古いタイプの授業をしてしまっているところ、うん、でこれはですね、その学生さんのですね、能力にもよるんですね、で本当にもう教科書レベルのことをなかなか理解できないお子さんもいらっしゃるし、で、まあ、教科書レベルは分かってるんで、もうちょっと先行けるっていう、あの恵まれた学校もあるじゃないですか。だから本当に、まあどうでしょうね、私、まあ予備校に来てる子っていうのは本当にある程度の上の学生さんですよ、うん、それでも一応成績順になってますから、クラスは。まあアクティブラーニングができるのは東大受験生集めたクラスぐらいですよね、できるのは、だと思いますよ、本当のアクティブラーニングができるのは。だからアクティブラーニングができない、もうアップアップのクラスでアクティブラーニング的なことをやるとしたら、アクティブラーニングじゃなくてアクティブラーニングもどきをするしかないですね。でいくつかもう到達点を示しておいて、でこの到達点に行くにこういう道もあるし、こういう道もあるし、こういう道もあるよって言って、であとはグループ分けして、で討論らしきものをやってみるみたいな、そういうことしかないじゃないでしょうか、実際には。うん、だから結局そのアクティブラーニングなんてものを考えたその文部管理の皆さんは、まあ要するにいい子ちゃんだったんですよ、お勉強のできる、ね、で教科書なんか普通にできて当たり前ので、公務員試験を受かって文科省入りましたっていう、そういう方たちが作ったんでしょ、このプランは。だからそのいわゆる底辺校の学生さんがどういう状況かって全くわからないんですよ。私は知ってますよ、底辺校に行ってましたから。底辺校でもう3年4年教えましたから、どんだけすごいか知ってますよ。クラス全員寝ますからね、本当に。
はい。アクティブラーニング、対話型の授業をやることは良いのだが、力が過ぎたことをどう測るのかわからない。私も全く同感です。なかなか予備校では使わないと思う。でも予備校でもなんか やらざるを得ないでしょうね。お客さんが求めるでしょうからね。2年生で、来年世界史を選択しない生徒のモチベーションダウン。あ、受験で使わないと。なるほど。受験で使わないけど世界史を選択してるってことですね、これね。それは逆に面白くできるじゃないですか。その受験に関わらず、あの先生のその得意な分野をガンガンやればいいんじゃないですか。それこそ、もう、半年かけてフランス革命とかいいんじゃないですかね。で、あの映画とかガンガン見せて楽しくやればいいんじゃないですか。うん、なんかフランス革命で劇とかやればいいんじゃないですかね、皆さんでね。はい。アクティブラーニングの導入が求められている中で、試行する授業をアクティブラーニングと従来の知識を定着させる授業をどう両立するか、まあ、皆さん同じことですね。賢い集団がであれば自分の力で知識を身につくことができるが、現在の勤務校の場合、教科書の内容を理解させるのに精一杯。はいはいはい。受験というタイムリミットもあるため、なかなかアクティブラーニングを積極的には導入しきれなくて悩んでいます。そうなんです。だ結局その、大学受験が変わらなかったら何も変わらないんですよね。で、大学受験でアクティブラーニング的なテストをやるとなったら、それはみんな目の見る変わるじゃないですか。うん、じゃあこの時間内に自分の意見をまとめて発表してみたいな、そんなもし入試があるのであれば、うん、まあ、いずれそうなると思うんですけどね。いずれでもそれは多分10年5年10年後じゃないでしょうか。うん、受験指導とアクティブラーニング、時間の兼ねに悩んでいます。グループワークは楽しそうだが、それが身についているように思います。全くおっしゃる通りですね。全くおっしゃる通りです。はい。だから例えば、各単元ごとに、じゃあそのフランス革命の授業を5回分ありますと、使いますというときに、なんとか4回分で話をパッパッとまとめて、で5回目はアクティブラーニングやってみるみたいなことに、こう時間で分けていったらどうでしょうか。うん、なかなか1個の時間、授業時間は50分ですか。50分で両方は無理ですよね。これは絶対にもう喋って終わっちゃいますよね。うん、たまに月に1回ぐらいアクティブラーニングの日みたいなのを作れば、それはそれで楽しいんじゃないでしょうか。はい。ICT、アクティブラーニング、グローバル教育とさまざまな新しい教育ワードが入ってきています。それぞれがどのように授業の中で融合させていくのかが難しいと感じています。はい、思考的な世界史の授業と入試とのギャップ、今申し上げたことですね。本当そうなんですよ。入試が変わってないのに授業でアクティブラーニングやってもっていうことですね。うん、はい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 。私ですね、先ほどご紹介賜ったんですけれども、もう一個の顔がございましてですね、N 予備校講師でございまして、 N 予備校知ってらっしゃる方、あら少ない、あ、そうです、あ、今日来てよかった。ですね、 N 予備校っていうのがございます。あ、ちょっと待ってですね、見せますか。で、これはですね、スマホやこういう iPad やパソコンで、授業を受けられますと。じゃあ、スタディアプリとどう違うんだっていうと、これはですね、双方向なんです。で、私が授業します。で、それを生徒さん見てます、日本中で。で、その場で質問できますと。で、質問したものはですね、ニコニコ動画って、ご存知ですかね。ニコニコ動画、コメントが画面にグワーッと流れる、あの方式で、流れるんですよ、これ。で、これお見せしたいんですが、ちょっと Wi-Fi がないとですね、厳しいんですね、これ。あ、ちなみに、全教科
で、どれでも取れてですね、月1300円です、ね、月1300円です。でこのアプリのダウンロードだけ、必要ですと。あ、やっぱりちょっと電波状態が非常に厳しいですね。あ、それで、何が言いたいかというとですね、でこれでその、まあ、大体 4,5 回は授業をやって、で5回目はあのアクティブラーニング的なことをやってるんですよ。それで、題材はですね、主に国公立の論述、大論述、うん、あの東大とか一橋とかの大論述を見せて、それで、それをこう解き方を考えながらこうビシバシこう質問していって、で学生さんがあのコメントでバーッと流すっていうことで、本当にあの双方向、まあ普段も双方やってますけど、まあ普段はやっぱり8割方僕は喋ってるんですね。それを本当にもう双方向で、ちょっとネット環境なんとかしましょう。はい、まああの後であのお試しくださいませ。はい。専門外の科目をどのように行うのか、どうしても教科書をなぞるだけの授業になりにくい。はい。専門科目日本史、あ、この方は日本史ですよね。先端の研究成果と教科書記述の整合性をどう取るのか。はい。まず、専門外の科目をどう行うのかって、それはあの失点抜刀するしかないですよね。失点抜刀するしかないです。私も失点抜刀しましたんで、私はあの一応あの日本史専攻だったのに日本史の教師の職にありつけず、世界史として雇われてしまった関係上、世界史をやらされました。高校で5年間毎日泣きながらやりました。でも泣きながらやるとできますね。できるようになります。はい、頑張ってください。専門科目、いや今でも覚えてますけども、あの頃、あ、その高校の卒業生がなんか報告に来たんですね。で体育館で、なんか卒業生報告会、僕はどこどこ大学にこうやって受かりましたみたいな、でその卒業生、まあ、僕結構私が可愛がってやったあの学生だったんですけども、そいつがですね、あの全生徒の前でですね、うちの学校の世界史はあの役に立たないから、あの自分でやるしかないってこう言ったんですよ、私の目の前で。でそれを見た教科書人が私指差して笑ったんですね。もうあの屈辱は忘れませんね、一生。はい、それです。あのそれから私は頑張ったんで、あのやっぱりあの挫折するというのは大事です、人間はね。はい。で、最新の研究成果と教科書の内容の整合性、まあ、これはどの教科も あり得ることですけれども、ついその専門、その例えば日本史専門専攻の方はそれ喋りたいんですよね。ここは教科書違うとか、でもそれ入試に関係ないからでおしまいですよ。だからその入試にそれが反映されるまではそれはどうでもいいことなんですよ、学生にとっては。そうなんで、そこはあの我慢されるのがよろしいかと思いますよ。我慢されるのが、はい、我慢も人間をですね、成長するんですかね。科目を問わず知識の定着と対話的な学習の兼ね合い、はい、まあ、これはさっきのお話でもういいでしょうね。はい。日本史 A など A 科目の指導のあり方や考え方、まああれはちょっと私もやったことありますが、まあ、本当になんかもう教科書がスカスカでですね、使いようがないですね。だったらもう B の、まあだから世界史 A だったら、まあ、世界史の新しいルネサンスあたりからやるんですけども、だったら B の教科書の後半やった方がいいので、と思ってます。もう A は本当にあれは失敗作だと思ってますが、日本史との関係性、現代史特に東欧やアジア地域など、はい、まあこれはうん深く勉強されればよろしいと思いますよ。
ちょっと突き放した言い方になっちゃうんですけども、面白いです。ちゃんと勉強すると面白いです。はい、で結局その教科書の何がつまらないかと申しますとですね、事実だけ書いてやって、で なぜそうなのかというですね、大きな世界観って言いますかね、世界観でしょうね、世界観がないんですよ。はい、でちょっとiPad を使いますので失礼します。でこのアプリはどういうアプリだって必ずご質問がありますので、これはですね、グッドノートってアプリです。グッドノートです。はい、でこういう手書きもできますし、それからテキストもできますし、あとはですね、非常に使いやすいのは図版ですね。でこの自分の iPad に入れてある絵とか地図とかですね、これをこう取り出してですね、こんなふうにこう示せるんですよ。はい、で私これいつもこれ使っていますので、もう全く、黒板というものをですね使わなくなりました。はい、で、学生はもちろんiPad なんか持ってませんの で、でこれで資料を作っておいて、こういうですね、こういう資料を作っておいて、で、これを紙に吸って配って、で空欄に、入れながらいろいろこうメモを取っていこうねっていうふうに、まあ、こんなふうに授業では使ってます。はい、予備校はですね、お掃除の、おばちゃんがいるんですね。で休み時間に入ってきてバーッと消すんですね。でチャイムが鳴っても話が途中ってことあるじゃないですか。で取って、まあ、黒板書いたまま、うっかりその場を去るとですね、さっとおばちゃんが全部消すんですよ。で「あー!」ってもう何度叫んだことかと。でその時 学生は全然おばちゃんを止めてくんないとですね、で笑って見てるとですね、でこれを使い始めたらもうそういう苦しみから解放されました。